この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、10月31日の試合結果に伴う海外メディアの反応。イチロー氏や松井秀喜氏がドジャースの優勝。大谷翔平選手や山本由伸選手に言及した件を中心に取り上げていきます。日本時間10月31日に行われたワールドシリーズ第5戦。試合はドジャースの先発フラハティが乱調。ジャッジのワールドシリーズ初のツーランなどで5対0とヤンキースが勝利するムードだった。そんなヤンキースは5回にジャッジが平凡な飛球をポロリ。さらにボルピ遊撃手が送球エラーを犯すと、右腕のゲリット・コールがボテボテのゴロに1塁ベースカバーできず、完全にリズムを失った後にタイムリー2本を連ねられ、一挙に5失点で同点とされた。5点差をひっくり返されたのは、110回を数えるワールドシリーズでも、負ければ敗退の試合では史上ワースト。オプタスタッツなどによれば、これまでの記録は1925年の第7戦でパイレーツが1回に4失点したが、9対7で逆転勝利した4点差で、今回は99年ぶりに更新されたことになるという。負ければ敗退の試合という条件を除いても、ワールドシリーズで5点差以上をつけられたチームはこれで7勝227敗。敗戦確率はわずか 3.1%。 ポストシーズン全体でもヤンキースの5点リードから追いつかれ、再びリードしながら逆転負けは史上初の悪夢。しかもヤンキースにとっては本拠地で、ブルックリン時代から続く最大のライバルのワールドシリーズ優勝の景色を見届けなければならないという、これ以上にない屈辱だった。一方のドジャースは4年ぶりの優勝となったが、今回の優勝には特別な思いが強い。ドジャースは日本時間の2日にロサンゼルスで優勝パレードを行うと発表。2020年はコロナ災いで優勝パレードを行えなかっただけに、1988年以来36年ぶりの優勝パレードとなるのだ。球団はパレードの詳細を発表。パレードは市役所前のスプリングストリートにあるグロリア・モリーナ・グランドパークで午前11時にスタートする予定だ。カレン・バス市長がパレードの開始を宣言し、パレードは1番街からグランドアベニュー、5番街へと45分間のルートを進み、5番街とフラワーストリートの交差点でクライマックスを迎えるとルートを紹介した。ドジャースタジアムでもパレード中継が行われ、その後は球場内で特別イベントが行われるという。ただ、ドジャースが優勝を決めてからロサンゼルスはドジャースの優勝を祝うファンで溢れ返っており、花火が上がったり車を炎上させたりと一部で暴徒化してしまっている。ロサンゼルスの警備は現在事態の鎮静化を図っており、パレード当日も再び一部ファンによる暴走が行わないように厳戒態勢を敷く状況にあるという。4年前にはできなかったパレードを無事に終わらせるためにも、これ以上の治安の悪化は起こらないように願いたいところだ。また、マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が、非ワールドシリーズを制覇したドジャースと太田について言及。あの舞台に立てることがね、僕は経験がないので、その話は僕できないですから、いいなと思いますね。と、ドジャースの優勝に言及。大谷の今シーズンを通しての活躍と、左肩を痛めながら強行出場していたことについて問われると。亜脱臼と肺へおそらく試合に出るのもきつかったと思います。だから満足にスイングもできない中でよく頑張ったなと。韓国に来てから色々とトラブルがあり、右肘を手術して満足にスイングができない中で、序盤は苦しんでたけど、うまく打てるポイントを見つけ出したのかのように見えた。それでもあれだけの記録を作ってしまうのはすごいなと。移動の多いメジャーで体調を整えるのも大変だし、あれだけの大金での契約、いろいろなプレッシャーがある中、彼は戦い抜きましたよ。左肩が心配だから、今はとにかく休めてほしいですね。とねぎらいの言葉を送っていた。この日始球式を行った松井秀喜さんもメディアのインタビューに応じ、ドジャースを祝いたいです。先発投手が少なくて苦しんだ中、うまくやりくりをしながら監督やコーチやフロント、みんなでカバーをしていた。本当にいいチームでした。僕としてはヤンキースには勝ってほしかったですけど、ドジャースの方が強かった。チャンピオンにふさわしいです。と優勝を決めたドジャースに祝福のメッセージを送り、大谷と山本に対しても、大谷君、第2戦で大怪我をしてしまって、本当はスイングするだけでもかなり痛みが走ってたと思います。それでもやりきってみせた彼のハートは素晴らしいです。
チームメイトのみんなも大谷くんが厳しい分奮闘していました。山本くんもメジャーにやってきてから初年でプレーオフとワールドシリーズ、ただでさえドジャースは名門なのでプレッシャーもあったと思いますが、あの舞台で投げることへのプレッシャーは半端じゃなかったと思います。でも見事な投球を見せてくれましたし、僕はヤンキースを応援してましたけど、ほんとただただ見事でした。大谷くんはレギュラーシーズンでずっと頑張っていましたから、今はちゃんと怪我を治してほしいですね、とねぎらいの言葉とともに大谷の肩を気遣った。世界に誇る日本のレジェンドも見守る中で勝ち取った栄冠、この1年間かけて突き進んできた努力や苦労が報われた瞬間なのは間違いない。ドジャースの優勝に安堵しているのはフロントも同じだ。フリードマン編成部長は2020年以来4年ぶりのワールドチャンピオンに、私がここまで頑張ってこれたのは常にパレードと結びついている。この20年間パレードでファンと喜びを分かち合うことに集中してきた。2020年も世界一になれたけど、パレードを行うことができなかった。今回はトロフィーを持ち帰り、ドジャーネーションでみんなで祝うことができる。私たちのファンはホームでもアウェーでも大勢で応援してくれた。信じられないほど熱心だった。と、2020年はコロナ災いでパレードができなかったことから、1988年以来、36年ぶりの優勝パレード実現に喜びもひとしおと語った。0対5から一挙5点を奪った5回の反撃時、何をしていたか問われると。実はクラブハウスに来て、山本が第6戦に備えてロサンゼルスに早めに移動できるかどうか話していた。と敗戦に備え、次戦への準備を始めていたと告白した。また、9回に第3戦先発から中1日で登板したビューラーについては。彼は今日、私たちに自分は出られると言ってくれた。ビューラーについては言葉に尽くせないよ。毎回、彼が10月に何をしているかはもはや驚くべきことじゃない。大試合に強い、ドジャースでのレガシーを高めてくれた。と最大級の賛辞を送った。ロバーツ監督もビューラーの起用については、彼を出すのは1イニングだけだった、だからブレイクがスタントンを打ち取り、リゾをあそこで打ち取れたのは大きかった。リードしていたという意味ではあれはまさに最後の一撃だったんだ。と逆転した直後の8回、トライネンがワンアウト1・2塁のピンチを招きながらもスタントン、リゾを打ち取り無失点で切り抜けたことが大きかったと振り返った。さらにビューラーの起用は試合中に決断したとし、試合が進むにつれて接戦で彼は出場できると言った。選手たちが戦っていたのでオールインするつもりだった。彼はワールドシリーズで戦った経験と経歴がある。それに彼は逃げようとしなかった。これは最良の選択と感じた。と総動員を覚悟したという。その期待に応える活躍を見せたビューラーは試合後のインタビューで、早い時間に状況が訪れた時は投げると話していた。僕はこのチームが好きだ。だから必要であれば投げる覚悟を決めていた。野球をやってきて最も素晴らしい瞬間だった。信じられないよ。と明かした。シーズン序盤はトミー・ジョン手術のリハビリ復帰。そこからの調整の過程で制球に苦しみ続けたビューラー。しかしレギュラーシーズン最後の試合で復調を見せてプレーオフで完全復活。最後の試合でクローザーで締めたのは、ドジャースの新たな時代の幕開けを予感させる見事な投球だった。来シーズンは大谷も投手として復活する。来年のドジャースの活躍も引き続き楽しみだ。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。